富山市総合体育館で行われた今年の入学式は、新型コロナウイルス対策のため保護者が出席せず、午前と午後の2部制で実施されました。都市デザイン学部などが出席した一部では、斉藤茂学長が教養を高め、自らの意思で自分を高めてほしいと式辞を述べました。この後、入学生を代表して工学部工学科応用科学コースの野角里乃さんが次のように宣誓しました。本日富山大学に入学を許可された私たち学部入学生一同は、在学中学則を守り、自己の研鑽に努め、さらなる未来への展望を広げるとともに、より一層の学識を深めるよう努力することを誓います。入学式を終えた学生たちに将来の目標などを聞きました。